本日はですね、はい、谷口貴人さんとまたスタンサーのあのおじさんが来ます、はい、なんか今車の音がしたような気がするが着きましたね。さあ、あ、そうくん、そうくん、お疲れ様です。お疲れ様です。来ましたよ。3チャンネルで、あ、違うのか。今、雇われですね、こちらの方は。雇われカメラマン。でも動画、あげるんで。あげますか。はい、3チャンネル、揃い踏みしました。揃い踏みっていうほど、私、揃って立つようなもんでもないですね。いやいや、そんなことないですよ。ようこそ、東三河へ。ありがとうございます。お疲れ様です。確かに、ここ薄いんで、ポーションすごい、かかるはずなんですよ。1ミリもかかんないこの硬い板に対してバインディングがソフトすぎると、なるほど、それが原因なんじゃないですかね。硬ければいけると。取り付けこうなんですよ斬新意味のわかんないですけど、取り付けこうなんで四つ穴だ、角度とか四つ穴だって。いや四つ穴なんだけどさ、なるほどね。オフレコのオフレコになってないか。オフレコのマジックソウル来期モデル。ああでもうん、確かにこ、うん、これ強えな。6はやっぱりだいぶ強いですね、うん、そうっすよ。これの反発素材の薄いやつとかも良さそうな感じしますか、うん、はい、じゃあね、今日のニャンニャンツアーの企画、私のチャンネルからのね、ピーカンさんとのコラボ企画、もちろんエネミーズさんともね、コラボを後でさせてもらいます。ピーカンさんにお願いしたのは、はい、したいのは、だいたいね、視聴者の人がここまでだと、こうまさかりやってもらったとか、多分ね、そんなことばっか期待するんですよ。あ、はい、そうですね。お前たちは谷口の何を見てたんだっていう話ですよ。谷口と来たら、ドルフィンターン。はい。このね、芝で、ね、あんだけエッジ感がすごかったドルフィンターンを、この芝で、谷口プロはできるのかと。なるほど、はい、それをぜひね見せていただきたい。 CVB で、ね、CVB は多分これでこれいかないというわけで、ドルフィンターンをブラシでやっていただきましょう。練習なしで。どうやって抜く？オーリーしたらエッジを切り替えて、同じエッジのままオーリーして切り替えてっていう。トーサイドで飛んでヒールサイドを、ヒールサイドで飛んでトーサイド。オーリーだけですよ。オーリーだけです。ヒールエッジオーリー、ヒールエッジオーリーみたいな感じで切り替えていけばいいのね。で、ノーズからテールに、エッジを切り替えて、ノーズからテールに。これは、むずいけど、まあやってみましょう。はい。初トライ。これが俺のドルフィンターンだ。どうやったこれ。でもなんかできそうでしたよ。これが俺のドルフィンターンだ。何じゃん。あ、そうそうです。それです、それです。そのままドルフィンターン。そうです、そうです。オーリーだけなんですよ。オーリーしてノーズ、そうノーズさしてっていう。前踏めてねえと入れねえ。なんか滑ってる
どうぞ。いきます。ほい。後ろにしか進まない。抜けないように制御するのがね、怖いんすよ。はい。はい、OK です。素晴らしい、生徒が急成長してます。実はね、こっそり練習1回見てたのもあるんだけどあるんだけど、あのさ、普通に同じ感覚でやってんの？これは雪より、うん、噛まないっていうか、うん、噛まないよ。すぐスポーンって抜けちゃうから、うん、雪よりさらに寝かせるように。あー、エッジを。そう、だからギュッてやっちゃうと、うん、スポーンって抜けちゃうから、うん、雪で抜けないギリギリの柔らかさ、あてかエッジの角度かな、エッジの角度を、そう、できる限り浅くする感じ。エッジをこうではなくてこう使ってるイメージね。はい、あー、なるほど、なるほどね。さあ、谷口貴人は、はい、その足さばきを見せてくれ。いきます。はい。すごい。できますから、皆さん。すごい。ここでドルフィンできるのにサイドスリップ僕めちゃめちゃ怖い。さっきサイド。本当にサイドスリップだけめちゃめちゃ怖いんですよ。すごいな。ということで結果、谷口さんはブラシでもドルフィンターンができるという検証でした。いや、さすがでした。どうなんすか。関西なんだか関東なんだかどっちなんだか分かんない位置になんすか、あの、はい、それはね、ちょっとチョコさんはドン引きすぎてました。これダメっす。すいません。はい、それちょっとどうなんすか、立ちすぎる。なんですかあれは。それは当たり前ですよ。ちょっと納得できないですね。知らない人が見たら、はい、本当にそういう人たちだと思う。申し訳ありませんでした。